巨人が FA 宣言の山崎福也と交渉、阿部監督最大限の誠意を示した。オリックスで4番手あたりの先発でしたが、高値で争奪戦になってますね。オリックス残留も期待しましたが、もう難しい感じかな。オリックスでは魯迅王子と呼ばれて織姫にも大人気、選手たちからも慕われる性格の福也さん、どこへ行ったとしても次のステージで活躍されることを祈っています。 FA 宣言してよかったなぁと本人は思ってそうですね。これだけ引っ張りだこなのも珍しいことなので、ジャイアンツはお父様がコーチされていたという縁もありますし、意外と選択肢としてはあるんじゃないかなと思います。これで交渉3球団プラスオリックス、ほぼメインは出揃ったかと。これだけ好条件を提示されるとオリファンですが、移籍されてもしょうがないかと諦めてます。違うリーグへの移籍でお願いしたい。払いすぎっていう人、菅野投手に何億払ってると思ってるの。結果でなければロングリリーフに配置転換してもいいし、そして縁ある選手なんだから手を挙げて当たり前と思いますけどね。今年の成績の勝ち星はオリックスが打ったからということも忘れてはならない。 FA で取れるかもしれない左腕は貴重だと思うが、持ち上げすぎも感じる。他の交渉する球団も巨人の提示額がベースになるだろう。オリックス残留にはオリックスもこれだけの評価をしなければならないとなると、移籍は仕方ないのかな。巨人は阿部監督に変わったとはいえ、原監督の時からスタッフが大きく変わったわけではありません。今年どうなるのか、来年どうなるのか全く分かりませんが、巨人はやめた方がいい。もし悩まれるのであれば、巨人に来るのは相当悩んでいいと思いますよ。ここ6年間毎年防御率が良くなっている。落ち目じゃなく成長している。若手にも投球術を学ばせることもできる。もし巨人なら戸郷に3億くらい出さないとバランス取れなくなるだろう。